はい、今回は、試食の感想を、はい、まず何ですかね。トマトシチューで、はい、よろしいですか。食べてみてください。今回まずみんなに試食してもらいたい一番のものがトマトシチュー。まずちょっと一口食べてみてください、はい、いただきます。はい、おいしい、うん、なんか酸味が、うん、そこまで、なんだろう、嫌な酸味じゃなくて、おいしいというか、なんかあっさりっていうか、うん、くどくない、くどくなく、うん、で、トマト感がすごいですね、今回はいつもあの輸入のトマトの水煮を使っていたんですけども、北海道のニラトリさんのトマトが出だしたので、うん、それを焼いて濃縮するという形のトマトで今回は作ってみました。はい、美味しい梅が入ってるんですね。はい、見つけていただいたんで、今回梅も少量ですが、酸味の部分をプラスするということで、入れてみました。はい、次行きましょう。次コーンですね。コーンですね。はい、コーン、今回何か入ってるんでしょうか。玉ねぎの量。そうです、はい、次はコーンなんですけども、はい、コーンシチューです。はいはい、今回はあの玉ねぎのソテーを前よりも多く入れて、はい、よりコクが出るようにと思って作っていました。はい、はい、めっちゃコーン、ね、はい、今回あのコーンも少し 前回よりも少量を量的には増やしてます。はい、はい、すごいシャキシャキ。うん、トウモロコシ感もそんなに弱くなってないですか。トウモロコシ感が強い。あ、うん、このシャキシャキはあの後入れのコーン。でもなんかもっとシャキシャキしてるよね。コーン以外にもシャキシャキしてるんだよね。玉ねぎかもしれないですよね。はい、でも嫌なシャキシャキ感ではないと思うんですよ。うん、はい、で前回はちょっと違うコーンを使ったもんですから、はい、皮がどうしても口に残るっていうのがありまして、はいはい、今回は違うコーンをちょっと試してみました。はい、で実は前回作ったやつが北海道産の、はい、真空パックになったゆでとうもろこしだったんですよ。はい、ただ今回は北海道産のが時期的なのかちょっとまだなくて、はい、本州のなんですけども、はい、皮がやっぱり柔らかいっていうのがあって、へ、だから皮が多分口に残るっていうのは前回と違ってないと思うんですよ。なるほど、はい、だからもちろん北海道もそういう類のはあると思うんで、ちょっとそこをもう少しちょっと研究して、はい、と思ってます。はい、次行ってみましょう。次は何ですか。枝豆でございます。今回はコーンと同じようにあの玉ねぎ増量の形になってます。はい、それと枝豆自体もコーン同様少し多めにはしてみました。はい、いただきます。うん、感じにはなりますね。もともと中里内さんの枝豆すごいいいとは思ったんですけども、まあ、今回も、はいはい、今回はそれを もっとじゃないですけども、はい、量を増やしたのはさらに枝豆、本当に枝豆感じちょっと考えながら増やしてみました。はい、はい、黒ですね。はい、黒を基調にした黒ごまのごぼうもすごく美味しく食べれますよね。はい、ごぼう入れようかな。黒豆も非常に合う、食べてみてください。はい、いただきます。うん、すごく合う。ごぼうとか黒豆が入ってるんですけども、はい、ごまごまって感じでもないし、うん、豆の味がとかごぼうの主張が強いわけじゃなくて、とてもすごくマッチしてると思います。はい、はい、濃度的にも
これぐらいでも食べやすいのかなっていう感じはしました。結構もったりしてるかな、ちょっとね、なんかこれ、うん、枝豆が結構もさもさしてる感じ。そうなんだよね、うん、やっぱりちょっとあれだよね、硬すぎるね、うん、もうちょっと、うんとかだったらいくら、そう、コーンとトマトは、うん、そのもうさってないんだけど、うん、枝豆がすごい、うん、あそうか、うん、そこは次回課題ということで、おいいですね、もう一回違う形でチャレンジしてみます。黒に戻りありまして、はい、キクラゲも、はい、あ、すみません、あとひじきも入ってる、ひじきも、はい、女性が嬉しいね、何食材ですかね、まあ繊維物っていうか、ね、ちょっと本当に腸内活動にはそうだ素晴らしい、うん、食材で味の基本的な味のベースでいうとちょっときんぴらごぼうっぽい、あ、若干その感じはやっぱり ごぼう感が若干はやっぱりいろんなものが入ってもやっぱりごぼうが強いのかな。そうなると あれ入れたくなりますね、醤油ベースがね珍しいっていうか今まで、あ、そうですね、あとねちょっとね俺黒ニンニクも入ってほしいかな、ちょっとニンニク効いてても、うんうん、はい、ちょっとそれは試させてもらいます。はい、お願いします。レンコンは食感的な感じで構わないですかね、いいと思いますね、はい、あと一層ここまで来たら肉抜いちゃってもいいかもしれないですね、あー、あー、はいはいはい、ね、必殺手作り豆腐で、豆腐も結構黒くなるんですよ、黒くなりそう、うん、そうも面白いかも、女性向けいいかもしれないですね、うん、あの健康に気を使ってる女性、うん、だいぶいいと思ったね、ちょっといろいろやってみてください、はい。